にちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は ADA ラボの続きということで、今日はこちらでパルダリウムのワークショップに参加させていただきます。いや綺麗だな、こんなに赤はっきり出るんですね。そうですね、動画はねちょっと顔写させてたの顔写さなかったですけど、ぜひ会いに来てほしいです。めちゃくちゃ美人で、とんでもございません。めっちゃ可愛いから、ね、皆さんの家に置いてる水槽、ね、あの状態がいいに越したことがないので、いや和食を始めさせていただきたいと思います。担当します川上と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はあの丸のタイプでのワークショップということで、丸の場合ですと2パターン選んでいただいてまして、あのこちらのように溶岩石と水草でこんな感じでこうちょっと自然景観のようなまあ、ネイチャーアクアリウムの小さい世界の形で作っていただくか、それかメインの植物をジュエルオーキッドを選んでいただいて、メインで真ん中に植えてもらって、溶岩石とあとは前景にかけてプレミアムモスで、まあ、シンプルに本当にこのメインの植物を楽しんでいただくようなあの作品にするか、どちらか選んでいただいてるんですけども、はい、私水草にしよう。そしたらですね、まず、提唱から作っていきたいと思います。一番最初に敷いていくのがお手元のジャングルベースっていう、でジャングルベースはあの軽石に活性炭とバクテリアの粉が付着していて土の状態を良くしてくれます。であとは軽石なので、一番底の通水性とか通気性を良くしてくれる効果があります。クリップの下のとこ切ってもらって、はい、全量中に入れてください。すごいかっこいいハサミこれね、あの、はい、前がこう見えないようにちょっとこう傾けて、なるほど、してやったら、はい、これ使ったらいいですか。いや、ね、これでこう、あ、そっかそっか、なるほど、ちょっとこう開けてもらって、はい、わかりました、はい、そしたらあの次にジャングルソイルを引いていただきますので、ジャングルソイルも袋切ってもらって、これにもあのよく見るとキラキラ光るソイルとは違うものが入ってると思うんですけど、これも活性炭になります。で切っていただいて全量入れていただくんですが、今開けたガラス面のところから注いでもらって、ちょうどドゥーアのロゴがあの隠れる高さまでになったら、今度後方に傾斜つけていきたいので、回していただいてこの後方のところに高くソイルが積み重なるように入れてあげてください。なるほど、回転台を使うのを忘れた。そうですね今の上を刺るようにして、あ、はい、これ全部入れちゃうんですか。そうです、全部入れてください。でちょっと傾斜つけたら、はい、遠近感出ますんで、はい、回転台素晴らしいね。傾斜なんですけども、はい、手元のサンドフラッターだとか竹を使っていただいて少し傾斜をつけていただいて、 ありがとうございます。最後雑になるタイプ遠近感とかもし出すんやったら後ろに小さいやつを置いて、ああ逆に前に大きいのを置いて、この大きさを入れるとなると結構難しいかも。いや全然大丈夫ですね。いいですか、はい、もうちょっとこう寝かしてやってもいいですね。あ、なるほどなるほど、はい、こうやって教えてもらえるのすごくいい。楽しい。じゃこれちょっとちっちゃくしよう、一気にちっちゃくしよう。そうすると遠近感が出るってことですね。そうですね、じゃこの水草が繁茂してた時により遠近感が出てかっこよく見えます。なるほど、これ本当難しいね石が一番皆さん悩まれる。石すっごい難しい。結構お子さんとか小学生とかも作るのに来られるんですけど、お子さんの方が結構早いです、うん、これこれこれって感性が素晴らしいんだね。素直に生きてるね。絵描く人が結構上手ですよね。あ、そうでしょうね、うん、美的センスがちょっと問題があるね。ここにあのこう並べて置いてあったら割とやりやすいかもしれないです。なるほど。でもこの大きさだったらあと1個ぐらいですか、入るとしたら。2個いけます。どうですか、2個いけますか。2個入れるとちょっと植栽のスペースが厳しいですよね。かもしれないです。1個ですね、1個に。これね、コツがあって、はい、1個押さえとって、でグッと押さえてやりやすいと。なるほど、2つ使って。ありがとうございます、はい、そんなもんで結構です、はい、いいですか、はい、どうですか、どうですか。ちょっと今もうちょっとだけね、はい、この辺を後ろにやったった方がいいですね、はい、おーおー、なるほど。そしたらこの後あの水を入れていくんですけども、水今回の 50ml を入れていきます。でパルダリウム管理されていく中で今日みたいに
くさん10ミリリットルまとまったお水の量を水させていただくという管理は今後はあまりないと思いますので、あの今日は最初のまだソイルが完全に乾いているので、石の上、溶岩石の上とあとソイル全面にお水が行き渡るように、今水差しに入っているお水全て入れてしまってください。石の上にもかけていただいて、あとソイルの表面の色がまんべんなく変わるように全量入れてあげてください。前からね、ずっとやりやすいです。前から、はい、しみしみ後ろちゃんとしみしみになった。カラカラやった方がトロトロってなってくるんですけど、しっかりライトで当ててあげると本当に丈夫に結構規制高くなります。あの結構切らない限りどんどん、あ、私雫に入れてた時もこのガラス面到達するぐらい、大きくなりました。これ今めっちゃ使ってるからお家で使ったことないのにしてみようかな。スターレンジと、はい、スペルスで、はい、じゃあご準備いたします。スペルスヘルセリーとスターレンジ、かわいい。かわいいですね。うん、なんか葉っぱの形がかわいい。後ろに置いて、はい、これをポイント的に使えばいいと思いますね。 ありがとうございます、はい、でこうちょっと岩の近くとかにこの子がそうですねあった方がいいですか。岩のこういうとことかね。じゃあちょっと後ろからここか。でこのプレミアムモスは、はい、自分のこう好きなサイズで切ってもらって、はい、でこう置くような感じにしてもらってもいいし、 あと岩のとこに置いていたら岩にこうずっとつけます。あ、はい、わかりました。盛況で満席でございます。ちょっと一回こっち行ってみます。どうですかね、このもう一箇所どこら辺がいいですかね。こっちの方がいいかな。あ、逆にこっちですね、はい、岩の後ろあたり。そうですね。でこっちでスターレンジで固めたら、はい、面白いと思いますね。なるほど、ありがとうございます。でスターレンジもこう増えてくるんで、はい、増えてきてそれを切って、でまたこういう空いたところに増やしてもらったらまたバーッと増えていきますね。はい、もうねガラスケースが可愛いし、植物がね綺麗にしてくれるんだよね。透明度がね結構いいですから。そうそうですよね、うん、ガラスのね。だからなんか私できないかもって思わないでやってみてほしい。多分思ってる以上に可愛く仕上がってくれるはず。ちょっとお借りしますね。はい。おお。ちょっとあのこう、はい、石のこの辺に置いたら自然と活着したら出してくるので、でもしこれ持ち帰った時に、はい、もし崩れとったらこういう感じで置いてもらったら、はい、またそこからざっと増えてきますので。はい、わかりました。ちょっとくぼみとかに。そうですそうです。水中やってる方は多分あのこっち結構楽や思いますね、管理が。あ、そうですか。水中のは全然ね、やっぱり厳しい、難しいしね。あ、水が入るとやっぱり。そう、ね、そうですね。どうですか、先生。あ、いい感じですよ。楽しい。あと、まああのはい、スターレンジなんかこう伸びてきた時に、はい、あの黄色くなる場合があるんですよ。下の方ですか、はいはい、そういう時はもうあの思い切ってハサミで切ってもらって、はい、その黄色い部分を動かして、はい、いい部分はまた上へ返してもらったら。わかりました。はい、じゃあ皆さん完成しましたので、はい、よろしかったらライトの下で。ライト当たると思ったすごい ね、 ね、全然違いますね、このライトね。ぜひこれもあのよかったらマグネットライトですね、はい、ビクサミストはご存知かと思うんですけど、お水とあと栄養分とあとミントの香りがするので虫除け効果が期待できます。ビクサミストだけで管理されても全然大丈夫ですし、あとはあのお水で管理されても大丈夫なので、1週間に1回というふうにお伝えさせてもらってるんですけど、決まった曜日にあげるとかっていうよりはソイルの状態ですね、ソイル の、 このお水の状態とか植物の状態見て乾燥してるなとか、ちょっと水分量足りてないなって思ったタイミングであげる方がいいかと思うので、あの毎日観察がてら水分の様子見てあげてください。はい、はい、換気に関してはあの蓋をして基本的には管理してもらってるので、あの蓋をした状態で置いておくと
例えば朝起きた時とかガラス面結露していたり曇っていることがあると思います。でその状態は植物にとっては悪い状態ではないんですけど、見えないっていうのと、あとやっぱり換気してあげた方がカビの予防にもなるので、曇りが気になる時に少しずらしていただいて、ここで丸の場合蓋がある程度のところで止まるので、この状態で曇り取れるまで少し換気してあげてください。暑かった日とかすごく大粒の結露ついてるような時とかは一気に外して短時間で換気してあげるのも効果的です。はい、ただ今回水草植えてるので、このまま蓋完全に開けて数時間放置してしまうと結構乾燥早く乾いてしまうので、閉め忘れ気をつけてください。はい、換気はなるべく毎日してあげた方が植物にとってもソイルの上にとってもいいかなと思います。光なんですけども、一番気をつけていただきたいのが直射日光当たるところだけは絶対避けてあげてください。直射が少しでもかかっているとガラス内の温度がすごく上がってしまって水草が溶けてしまうので、直射日光だけは避けてあげてください。カーテン越しの明るい光とか、あとはこのぐらいの室内の明るさがあれば十分育つと思います。そうですね、ライトを設置していただくと、これまで植物育たなかったような暗い場所とか、あとは洗面台に置かれたいという方とか、玄関に置きたいという方、このライト5段階のやつは、はい、どのくらいがちょうど最大でも大丈夫？実は6段階なんです。すごい下から2番目ぐらいで、丸の場合スタンドなしで、雫もそうなんですけど、ここにクッションついてて直置きしてもらって、下から2番目ぐらいの明るさで十分綺麗に規制できますので、やっぱり真上からしっかり当ててあげた方が植物がまっすぐ上に向かって伸びてくれるので、はい、ライトの導入は皆さんにはおすすめしてます。室温なんですけども、室温はだいたい15度から25度ぐらいで寝かせてもらったんですけども、私たちが快適に暮らせる温度が植物にとってもいいかなと思うので、このぐらいで管理してあげてください。で最後トリミングについてっていうことなんですけども、今日植えた水草、特に背景中継から背景に植えた水草、背がどんどん高くなってくると思いますので、成長速度の差はあると思うんですけど、ちょっと景観が崩れてきたりとか、あとは蓋の面にくっついてくるような伸び方してきた時には、細長いスペルスに関しては伸びてきた切りたい葉っぱの根元からパチンと切って葉っぱ取り出してあげてください。スターロギネレペンスとかスターレンチは切っていただいたら、その部分また今日みたいにピンセットで差し戻してもらうと増やすことできますので、空いてるソイル面に刺してあげるといいかなと思います。でプレミアムマスに関してはタイミングが必要なほどすごいわーっと早いかと言われたらそこまでではないので、本当にゆっくりゆっくりこういうふうにボリュームが増えてくるので、特にトリミングっていうよりは黒くなってきたりするところが出てくるようであれば、一度取り出してもらってダメなところを取ってもらって、で元気なところまた戻してもらえるといいかなと思います。切った葉っぱ必ず確実に取り出してあげてください。残っているとそこが原因でカビが生えたりしますので、そこだけお気をつけください。今日初めてこういうワークショップに参加したんですけど、初めてです。自分で作りながら学べるから、はい、家でねするよりまた専門の知識がまた入れる、ね、そうですね、なんかこう自分の感性だけで今までやってきたけど、はい、なんかちょっとここがいいんじゃないとか、これをこうしたらってさっとこう気になってるところをすぐ言ってくださったので、すごくね、勉強になりました。自分のセンスをこう磨いていったら、あ、そうですね、なんか回数こなすことがやっぱり、ね、回数大事ですね。そうですよね、大事だと思うんで、なんかずっと家の中で自分でやってるのもいいけど、ちょっとこうぜひ飛び出してやってみてほしいかもし、あとはこういうのやったことない人も本当にこのガラスと水草が可愛いからめっちゃ可愛くなるからやったことない人もやってみると、はい、可愛くは絶対なると思 う、ね、私でこれだからちょっと大胆でした。いや全然いいと思いますよ、本当に、はい、そうですね、成長とともにちょっと変わってきますもんね、はい、それがまた面白いですよね。そうそうそう、生き物ですもんね。でまあ、ここ のラボも期間限定じゃないですか、はい、で今の植物の感じとまた1ヶ月後、はい、2ヶ月後、ここで成長したやつが見れるんで、そうですね、何回も見ても面白いかもしれないですね。ぜひまた足運んでください。ぜひありがとうございます、はい、なんか今週、先週から今週すっごく植物たくさん入ってきて、このグリーンハウスの中今すごい充実していて、そうなんです、シダ類とか、はい、とジュエローキッドとか、もう私たちも開墾しながらもう大興奮で欲しいとかみんなで言いながら、今日もタグもちゃんとこのラブで、そうですね、ですね、なんかそれが結構皆さん貴重だって言って、そう思います。あのタグついてるとなんかちょっと欲しくなります。お友
ともと水槽とかやられてたの？私もそうですね、ちっちゃいとか大お魚大好きで、ちっちゃいとか水槽をやっていて、でもそうやって本格的なネイチャーカリウムっていうのはもう、まあ、AD 製品も大好きだったんですけど、はい、なかなか買えなくて、はい、お使いとかバイト代でコツコツ買ってて、でもなんか展示水槽見に行ったり、はい、イベントが東京で2回の7年もうどうしても携わりたいっていう好きなことをお仕事に実現されたんですねそうですね、すごい、まさかと思ってたんですけど、ネイチャーカリウムの前社長の考えとか作品とか今のクリエイターさんの作品とかで、はい、こうなんか感銘を受けて、私もアクアリウム大好きと思ってたんですけど、はい、ラボに来て陸上植物に触れて、もともと植物も好きで、はい、植物もすごいたくさん家にあるんですけど、そっちへの興味もすごい強くなって、はい、特にこの多湿を好む植物、熱帯系の植物、はい、でなんかたくましいし美しい、はい、アルダリウムはなんかそこまでアクアリウムほどのめり込む要素がないかなと思ってたんですけど、はい、すっごい、もう今は、はい、同じぐらい好きです、なのでまだラボオープンして1ヶ月ぐらいなんですけど、はい、私もうパルダリウムすごい増えちゃって休みの日に作りに来てワークショップすごいやるのみたいな。でもそんなに好きなことを仕事にされたの幸せですね。でもいやいやいや、すごくないですか私は本当本当本当にお呼びしていいですか？あ、じゃあ呼んでください。全然全然、子供ちゃんで全然すごいと思って。いや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 、とんでもない。なんかしかもこの始められたのもちょっと昔からとかっていうわけじゃない、つい最近ですとかそれがすごくない？多分水槽始めて丸2年経ったかなだと思います。3年目じゃない？それに勇気をもらいました。え、なんか全然なんかもう失敗ばっかりで、何がなんかこう何がベストなんだろうとか、何がいけなかったんだろうって。それはすごいわかる。ちょっとCO2 添加して、はい、水槽やるのも結構昔に一回挫折したことがあって、ダメだ維持できないとか、はい、何が正解かわからないとか、はい、一回もう CO2 添加して水槽やるのはやめようとかってなった時期もあったんですけど、なんかそうじゃない、もうなんか、まあ、日々勉強だなっていうのを、結局また水槽買っちゃうみたいな、始めちゃう。この YouTube 始めたのも、はい、水槽90センチから始めたんですけど、はいはい、すごい ABA の買って、はい、初めてっていうのは多分人生においてそれ1回しかないから、うんうん そうですね、それを記録に残してもう動画にしちゃえば、めちゃくちゃ本当かっこいいです。多分、いやそんなことないんですけど、なんか多分ハードルがちょっと高く感じちゃってる人も、はい、私みたいにめっちゃ失敗するし、なんかああだこうだ間違ったことやってて、うん、なんかコメントとかで違うみたいなメダルとかするんですけど、そうですよね、そうそうそう、まあ、それで、はい、少しでもなんか勇気が出たりとか、ハードルそんなに高くやってみればいいんだみたいな思ってもらえる人がいたらいいなっていうので始めた。なんか特に男性女性ってわけじゃないんですけど、でもなんか女性で友達とか家に来ても大変じゃない水槽すごい言われるんですけどその大変が楽しいじゃないですか。コケ取ったり器具洗ったり鉄草チョコとかが、それが多分なんか水槽に手入れる時間が楽しいと思ってもらえたら多分楽しめるんだろうな。ただ導入が結構、そうですね、まあ、金銭面と、ね、あと配線とか、でもそれも意外と女性好きな人多いんじゃないかなと。あ、でもそうかもしれないですねDIY 女子とか今いっぱいいるわけですからね、はい、私そこ結構好きでなんか見た目と全然違うな見た目の印象がすごいセンス、まあ、じゃあセンスなんだけど、めっちゃ美人さんです。この前めちゃくちゃ美人さんです。キャビネットにこの前も穴開けたりとかインパクト使っていやでも本当にアクアでなんか始めてからアクアショップとか行きますけど、男性の方とお話することがすごく多かったんですけど、女性の方とこうやってお話するの初めてなんで、ほぼなんかすごく嬉しいです。私も本当になんかすごく嬉しいです、はい、私もなんか憧れの人に会えたみたいなそれはないそれはないそんなことない。提唱ビオトープの提唱、はい、赤玉っていうのは私も同じ。あ、そうなんですか。赤玉ずっと。あ、よかった。赤玉信者なんですよ、ね、はい、私もそうです。嬉しい。赤玉か何も引かないかです。あ、いいです嬉しい、よかったありがとうございます。ありがとうございました。とんでもないです。またぜひいらしてください。今ちょっと袋に入れます、はい、あ、ありがとうございます。